それでは今日の後半いきましょう。今日の後半は正規分布。この正規分布は今日、まず今日の後半で正規分布の前半、動質までをやって、でその後次回正規分布の性質というのを少し見た上で、この確率論の講義全10回というのを終わりたいと思います。では、正規分布の導入、そして動質というのをいきましょう。なんでまず最初の、板書のタイトルは二項分布から正規分布へということにしたいと思います。二項分布で、ここで考えたいのは二項分布で、関数字の2にしておきましょう。二項分布で N、 試行回数 N を大きくするとどうなるのか。そうするとまず対数の法則というのがありましたね。確率変数 X を N で割った新たな確率変数、これの分布というのは P の周りに集中していきます。これが対数の法則でした。その上で2つ目のポイント、確率 P が小さければ つまりこれは別の言い方もできるんですが、 N がたとえ大きくなっても平均 ν イコール NP が一定であれば、つまり発散しなければ大きくなりすぎなければということですね。これはポアソン分布になりますよという話でした。これが前回勉強したところです。では P が小さくならないときに、P が小さくならないし、小さくないときですね、小さくないとき N を大きくすると、何が起こりますかと。でこういう時、X もしくは X を実は変換した変数なんですが、この変換の、変換自体はこの後次の板書で書きますね。で X を元にして変換して作る新しい確率変数 Z、 この時 Z が従う分布、これが正規分布です。もしくはこれガウス分布という言い方もします。で何度も言いますが、これが分布の王様で、この先、物理を勉強していく時でも何を勉強していく時でもあらゆるところでこの正規分布というのが出てくることになります。でじゃあ次この Z ね、この Z、Z というのは元の確率変数 X、 これを変換したものなんですが、これが何なのかというのを見てみましょう。正規分布、正規分布、もう少し詳しくこれが何なのか見ていきます。まず Z を定義します。新しい確率変数 Z、 これは X-μ 割る σ です。でこの X っていうのは二項分布の確率変数ですね。で、μ というのはこの x の平均です。二項分布から出てくる x の平均。で、σ っていうのは二項分布から出てくる x の標準偏差です。で、ここで簡単のために z の平均、これを0、σ
シグマ Z、Z の標準偏差、これを1と規格化します。でそうすると、実はこの Z の分布というのはこれ連続分布になるんですね。この X というのは、そこまた後でいきましょう。この Z の分布というのはこういう確率密度に従います、分布に従います。これが、正規分布です。いきなりもう今答えを書きました。今日これからこの式、この正規分布の式を、きちんと二項分布に条件を与えることで導き出していきます。で、ただもう、この先ね、みんなが、勉強を続けていく中で一番重要になってくるのはこの正規分布の形なので、ここだけは覚えておいてくださいということで、しっかり形を書かせてもらいました。で、ただし、規格化されていない場合、これも書いておきます。今から議論するのは規格化されている場合を主にやっていくんですが、規格化されていない場合、より一般的な場合っていうのも書いておきます。この規格化、この規格化ね、この規格化がない場合、これを H で書きましょう。で、Z と同じように定義するんですが、別の一応確率変数ということで Y と書いておきますね。それはこうなります。エクスポーネンシャルで書こうかな。E じゃなくて、ちょっとぐちゃぐちゃとなっちゃうんで、エクスポーネンシャルで書きます。今書き方の順番ぐちゃぐちゃになったんですが、まずこいつね、こいつが規格化されてる場合、こいつ規格化されてない場合です。で、規格化されてない場合っていうのは基本的には規格化されてる場合と非常に似ています。 2π 分の1というのがここにあって、エクスポーネンシャルがあって、確率変数の次乗割る、標準偏差、ちょっとおかしいですね、これちょっと間違ってますよ。シグマ、あ、ごめん、いいのか、2でいいんですね。ここし、僕今、何を間違えたのかというと、本当はここにシグマ Z の次乗というのが入るんです。で、ただこれ今規格化していて、シグマ Z が1なのでこれ消えちゃってる。なんでこれ規格化すると簡単になって消えますと。で、逆に規格化しないといいんです。規格化しないとここですね、シグマ Y の次乗というのがここに出てきますよという話です。で、今これが規格化すると1なんで消えちゃってると。で、この2っていうのはここですね。こいつです。なんでこれ、ほとんど、こいつとこいつはほとんど同じ形をしています。ただ違いはこれです。変数全体が、標準偏差で割られている。で、それが全体で次乗になっているってことですね。で、さらに平均の分、変数、確率変数 Y がシフトしています。それがマイナスミュー Y ということです。で、その上で全体の確率なんで、これ全部をマイナス無限大からプラス無限大まで積分すると1になるんだったよね。で、その1にするための規格化乗数っていうのの値が少し変わってきてます。そこに標準偏差が入ってきていますよということです。で、気になる人は、例えばこのスタンダードデビエーション、標準偏差を1代入してもらって、1を代入して、で、この μ、平均 μy に0を代入してやれば、全く同じ、これと同じ形になります。で、これが正規分布です。なんで、最初に書いたこいつが正規分布の一番シンプルな形。で、規格化せずにやった、規格化せずに書いた一般形というのはこの形になりますということです。で、今日の授業、これからはこの正規分布の式というのを導いていくことになります。で、ちなみにこれね、今もうこの正規分布の式を出しちゃったので、これの性質というのを少しだけ見ていきます。動詞と始める前に性質一つだけ見ていきます。で、それはこの正規分布の形です。この正規分布の形というのは、例えばこれね、横軸 Z で書いてね、 Z ってやるとこういうふうになります。9、
で、これ0、これが実は平均なんですね。 μz です。で、今 μz0 って書いたので、0っていうふうにここですね、規格化したので、今たまたま0になってます。で、この幅がシグマで決まります。シグマ z、標準偏差ですね。なんで標準偏差が大きくなればなるほど、この形というのはどんどん広がっていくということになります。で、この形、これをベルシェイプと言います。こうカラカラカラっと振るベルみたいな形をしますよね。で、ちなみにこれね、 y でもう一回書き直すとこういうことになります。同じやつですが、これ y ってやると、ここ何なのかというと、これが μy になって、あの規格化してないパターンね、この幅を決めるのはシグマ y ですということです。で、これを、さっきから何度も出てきているように正規分布と呼びます。呼ぶんですが、別の言い方がいくつかあります。もう一つはガウス分布、これもよく使います。で、ガウシアン、英語だとガウシアンって言い方をします。で、もう一つは正規、これね、この正規っていうのの語源になったノーマルディストリビューションって言い方をすることもあります。で、これは、今までのポアソン分布とか二項分布、二項分布だったら、ちょっと今書いてすぐ消したね、二項分布だったら bin っていう書き方をしたよね。で、パラメータをここに書きました。で、ポアソン分布の時は p で書きました。で、これと同じように正規分布に関しても、こうやって書けば正規分布ですって決まりがあります。それが n です。ノーマルディストリビューションの n で、パラメータは2つです。 μ と分散シグマの2乗で、この式を見ても分かるように、実はこの標準、正規分布の形というのはパラメータ2つで決まっています。平均 μ と、標準偏差シグマで、この標準偏差の本来元になっているシグマの2乗、つまり分散ですね。分散、平均と分散、この2つで正規分布の形が決まるということになるわけです。いいかな。じゃあ、この、正規分布導出していきましょう。この導出ポイントは2つあります。大きく分けてまず2つあります。1つ目は、離散分布から連続分布を作り出すということです。二項分布っていうのは、例えばコインを投げて何回表が出るかって話だったんで、離散分布ですよね。で、ところが正規分布っていうのは連続分布です。で、どうして離散分布から連続分布が出てくるのかというのが1個目のポイントになります。答えは、もう答えをいきなり言ってしまうと、N、 試行回数を無限に大きくしていくからということなんですが、それ実際に今から見ていきたいと思います。で、2つ目のポイントは数学的なトリックです。で、離散分布から連続分布、もしくは離散確率変数 X から連続確率変数 Z を作り出した上で、元々の二項分布の形から、二項分布というのは X に対する分布ですね。二項分布から今度は連続確率変数である Z に対する分布である正規分布を導くという話です。それが2つ目のポイント。ではまず、1つ目のポイントからいきましょう。ポイント1、離散分布から連続分布へ。で、離散分布から、連続分布考えていくんですが、スタート地点は二項分布です。正規分布っていうのは二項分布の試行回数をひたすら増やしていくというのが基本的な考え方なので、スタート地点として二項分布を置きます。で、その上で、正規分布の確率変数を z としましょう。で、この z は二項分布に従う確率、変数 x、 これをこのように規格化したものです。μ、これね、これは平均で、シグマっていうのは標準偏差です。で、これ基本はやっぱ二項分布なので、この μ とシグマというのも二項分布の法則に従います。性質に従います。覚えてるかな。二項分布の μ、平均っていうのは何になるんやった。試行回数 n かけ表だったら表の出る確率 p でしたよね。で、標準偏差、それの元になっている分散シグマの2乗、これは何になるんだった、覚えてるかな。
試行回数 n かける表の出る確率かける裏の出る確率、これが二項分布の、分散でしたよね。なんでこいつらをここに代入します。そうするとどうなるのか、確率、新しく定義する確率変数 z っていうのはこういうふうになります。 x-np、 これはこいつをそのままここに代入したよね。でこいつね、今度はシグマ事情をこれルートにとってこっちに入れます。でそうすると割ることのスクエアルート np カッコの 1-p です。で、ここで注意してほしいのが x は離散変数です。あくまでも離散的な確率変数です。ってことはこれどういうことなのかっていうと、 x は0123と3点点点点点という値を取ります。でそして x の、微小単位っていうのはこれ離散なんで1ですよね。デルタ x っていうのは1になります。例えば、0と1の間、1と2の間っていうのはそれぞれ1です。なんでデルタ x は1になります。じゃあそうすると z の微小単位、このデルタ x に対応する z の微小範囲はどうなるのかっていうのを考えましょう。デルタ z、これは x 足す1引く、あ、ごめん、z の微小単位なんで、まず z 1個目の z を作りますね。こう、これが、x 足す1に対応する、z です。まだデルタ z じゃなくて z ね、ここ、x 足す1に対応する z です。あ、そうか、一応書いとこう、ここは μ ですね。いいかな。でここから x に対応する x 足す1じゃなくて x に対応する z を引きます。でそうするとこれどうなるのかというと、あれ、あ、いいんですよね、書き方が変でしたよ。あ、じゃあこれ μ も今 np に展開しておきましょう。 np です。でここから x に対応する z を引きます。 x 引く np 割る分母は同じ、 np 引く 1p、 np かける1引く p ですね。こうです。これ、分母は両方共通です。 x が分母ないので。でこれ整理するとこういうふうになります。スクエアルートのNP カッコの 1-p 分の1です。これが、今、ちょっと分かったかな。ここね、これが x 足す1に対応する z です。デルタ z じゃなくて、でこっちが x に対応する z です。でその2つの間の差っていうのがデルタ z の微小量ということになるので、これ差を取りました。それを整理するとこういうふうになります。で問題、ポイントは、問題じゃない、ポイントはz が連続量であるってことは、デルタ z っていうのはどんどん小さくならないといけないということです。このデルタ z を小さくしたいわけね。でこれがどんどん小さくなるんであれば、z っていうのは連続変数ですと考えていいということになります。じゃあこれなるのか、なるんですね。今我々が考えているのは、n が非常に大きくなるとき、n が無限大の極限です。でこれが二項分布からガウス分布、正規分布が出てくる条件でした。なんで n 無限大っていうのを積極的に使ってやりましょう。リミット n の無限大の極限のデルタ z っていうのを取ってやります。でそうするとこれは、リミットの n 引く無限大スクエアルート np かっこ1引く p 分の1と分の1ということになります。で、ここね、ここに n があるんで、こいつがどんどこどんどこ大きくなっていくと、この分母がどんどこどんどこちっちゃくなっていって、最終的にこれは0になりますということです。で、これ、デルタ z が0にどんどん近づいていくので、つまり z というのは連続変数ですということになります。
で、これ今ね、Z は連続確率変数になっているというふうに書きました。じゃあなんでなったのかっていうとこれです。 Z イコール X 引く μ 割るシグマ、この、規格化、要は規格化なんですが、この規格化型の変数変換をやることで X、離散的な確率変数 X から連続的な確率変数 Z というのを取り出したというのが、正規分布を作る時のポイントです。でこのシグマっていうのが大きくなると、どんどこどんどん大きくなっていく。この性質を利用すると結局デルタシグマというのは N が大きくなると0になっていって Z は連続になりますよということです。これが一つ目のポイントでした。なんで、これで今、ミステリーが1個解けたのは、本来離散確率分布であるはずの二項分布からなぜ連続確率分布であるはずの正規分布が出てきたのかというところです。これ答えは、この変数変換ね、この変数変換、これが一つ目のポイントでした。この変数変換をやってやって、でさらに N を大きくしていく、この2つのステップを取ることで、我々は離散的な確率変数から連続的な確率変数を作り出したということです。これが1個目のポイントです。じゃあ次のポイントいきましょう。ポイント2です。次に、じゃあ、変数自体今離散から連続へというのはできましたと。で次に我々が気になるのは分布そのものです。 X の分布、これは二項分布です。ここからどうやって Z の分布、正規分布を求めていくのか。二項分布からスタートして正規分布へたどり着きましょう。つまり正規分布、先ほど示したこの、もういきなり答えを書いちゃったこいつらですね、こいつらを二項分布からどうやって求めるのか、どうやって導出するのか、それが2番目のポイント、ポイント2です。ではいきましょう。このポイント2、二項分布から正規分布を求めるには、チェックポイント、その中にさらに、チェックポイントが4つあります。1つが1番、二項分布 fx、二項分布として考えている今 fx と fx の分布ですね。そして、x の分布 fx と z の分布 gz の関係を明確にする。で、次に我々がやるのが fx プラス1割る fx という少し変わった fx から出してくるこの関数。これと同じように gz プラスデルタ z 割る gz、g of z、これの関係を求めて、でこの先使っていきます。こいつらの関係を明確にします。ここから実は、関係を明確にするだけではなくて、こいつですね、 g of z 足すデルタ z 割る g of z、 こいつを、うまく明確に表現してやろうと、この関係を利用することでこいつを表現してやりましょうというのが次のポイントです。で3番目のポイント、でこの1番と2番を利用することで g of z を z で微分したものを gz で表現します。 g of z で表現します。つまりこれは、これはつまりg of z の微分方程式を立てるということです。でこの微分方程式を解くことで最終的に g of z を求めます。いいかな。これが、正規分布の導出の大まかな流れです。では一個ずつ見ていきましょう。まずめくったところでいきなりですか、こうですね。まず我々がやるのが f of x と g of z の関係を求めるということです。関係を理解するということです。でこれ何なのか。で、まず明確に我々できるのはこれです。今まで何度も出てきた変数変換をした場合の確率分布、確率密度分布の、関係です。変数変換前後の確率密度分布同士の関係、それはこうなるんでしたよね。確率密度分布に微小量、確率変数の微小量をかけたものは同じように変換前の確率密度分布にその微小量をかけたもの、これと等しくなる。これ今まで何度も出てきました。
で、ここでね、1個気をつけてほしいのはデルタ X、 これ今いくつになった？X は離散変数でかつ1234とつながっていく、こいつでしたね。なんでデルタ X は1です。なんでこれも積極的に使っちゃいましょう。こいつは1です。でとするとこの式整理すると G of Z はデルタ Z 分の1かける F of X になります。これいいよね。で同様にこっちもついでに求めておきます。こっちというのはこれ G of Z プラスデルタ Z で、これも上と同様にこういうことがわかります。デルタ Z 分の1かける F 分の X 足すデルタ X で、これ今すぐ、消して書き直しちゃいますか。このデルタ X というのは1なので、ここももう今簡単にして1って書いておいちゃいましょう。1です。いいかな。これが、まずステップ2のステップ1、ステップ2の1ですね。で出てくる、2つのポイントです。でこれこの後積極的に利用していくことになります。でじゃあ、ステップ2の2、こいつです。 F of X、F of X プラス1割る F of X と G of Z プラスデルタ Z 割る G of Z、 この間の関係を、明確にしてその後利用していきましょうということです。でこれねどうやって求めるのか、これ簡単ですね実は。これ何をやるかというと、こいつをこいつで割り算してやればいいわけです。せんね、こいつをこいつで割ると G of Z 足すデルタ Z 割る G of Z が出てくるよね。で、右辺は右辺で F of X プラス1割る F of X っていうのが出てきます。なんでこの2つの間割り算してやります。そうすると2番目のポイント、ここにちょっとだけ書きますね。2番目のポイント、実は G of Z プラスデルタ Z 割ることの G of Z は実はこいつと等しかったんですね。 F of X プラス1割ることの F of X、 これと全く等しいということがわかります。でまだ、これだけでは不十分ね。この先さらにこれを展開していくことで、こいつですね、こいつの形を明確にしていきます。より具体的な形というのを求めていきます。じゃあ見ていきましょう。でこの続き、じゃあいきます。ポイント2の2の続きいきます。でここで次に我々が利用するのがそもそもの F of X、 X に対する確率分布の形です。でこの X に対する確率分布、これ我々は何だと考えているんだったか、どう、道に迷わずについていけてますか。全然難しい質問ではないんですが、いろいろぐる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 論理が回っているので道に迷いやすので気をつけてください。今 X スタート地点っていうのは、今我々が考えているスタート地点っていうのは離散確率変数 X、 そしてそれは二項分布に従っているんでしたよね。なんでこれ二項分布です。 F of X っていうのは実は二項分布のことでした。これ、前々回勉強したところに基づいて実際書いてみるとこうなります。コンビネーション NX かける P の X 乗かける1引く P の N 引く X だったよね。これいいよね。これ二項分布です。これ一応展開しておくと X の階乗 N 引く X の階乗割る、分の N の階乗で PX1 引く P の N 引く X です。これは二項分布そのものです。書いとこう、二項分布で、同様にこっちも求めておきます。 F of X プラス1いいかな。でこれは、同じように二項分布のさっきの二項分布のこの X のところに X プラス1を代入すると出てきます。でこれ一回書きます。でその上で変形していきます。まずそうか、分子が N かけ、あごめん、分子が N ですね。で割ることの、X が X プラス1になってるんで X プラス1の階乗かける N 引く X 引く1の階乗です。いいかな。で、P の今度はこれ X プラス1ですね。X が X プラス1に置き換わってるんでこうなります。
で 1-P の N-X プラス1全体のマイナスなんでマイナス1です。いいかな。でここでこいつを変形させて、こいつを変形させて、こいつの中に元の二項分布、こいつ、これを作り出していきます。でそうするとこいつとこいつの関係が出てくるんですよね。で見ていきましょう。よっ、いきます。まずやることというのが、どうしようかな、どっからいこうかな、こいつからいくか、こいつ、この分母にある x プラス1、これを2つに分けます。 x プラス1かける x の階乗で、これなんでこんなことやったのかと、あ、これ分母ね、なんでこれこんなことやろうとしてるのかというと、ヒントはここです。ここ x の階乗ですよね。で今こいつの中にこいつを作り出そうとしてるんで x の階乗欲しいんですよ。なんでこいつを分解して x の階乗を作り出しました。でここ余計なものがまだ残ってます。で次、次がこいつです。今度さっきと同じ流れで考えていくと、今度はこいつを変形してこいつを作りたいんですよね。なんで、こいつ作っちゃいましょう。 n-x の階乗です。でただこれだと、こいつに余計なもの n-x をかけることでこいつをこいつにしてるんですよね。なんでそれ余計なものかけたんで上で打ち消しとかないといけないです。それが n-x。 OK。 なんでこれね、こいつ、あれ、いや、いいのか、こいつね、n-x 割る n-x の階乗っていうのが n-x-1 の階乗分の1になるということです。こいつとこいつが対応しますということね。で、もともといたこの n の階乗さん、この人を連れてきましょう。ここです。いいかな。でそうすると今とりあえずこの部分に関して、この部分に関しては、こいついます、こいついます、こいついますと。で余計なやつらがこいとこれは残ってるけど、この f of x の係数に当たる部分っていうのはここに作られてきたわけです。で次にこいつ、こいつを作っていきましょう。こいつの中にこいつを作っていきます。で同じように考えます。まず欲しいのは p の x 乗、ここに x たす1乗あるんで、これ2つに分けちゃいます。 p かける p の x 乗で、そうすると今、こいつが生まれたよね。ここにこいつが2つに分かれることでこいつが生まれました。で次こっちも、同じように、分けていきます。でただこの今回の場合分けるといっても、p を外に出すわけではなくて、今度は割り算になるんですよね。 1-p の n-x 乗分の 1-p、 つまり何やったかっていうと、これね、このマイナス1乗っていうのをここに連れてきたわけです。そうすると残り n-x 乗、こいつが残ってこうで、この分子のこいつっていうのはここに対応します。いいかな。でそうすると、今この部分とこの部分を考えてるんですが、見てやるとこいついます、こいついますということになるわけです。ってことはどういうことなのか、一応書いとくね。こいつ、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 あとこいつ、こいつら合わせてやると実はこれ fx なんですよ。なんで、fx を使ってこの fx たす1を表現し直すとこういうことになります。 x たす1分の n-x かっこ、かっこいらないけど、まあいいや、つけときましょう。かっこ 1-p 分の p かける f of x ということです。でそうすると今、f of x たす1と f of x の関係というのがこの式で出てきました。いいかな。でだ、そうすると こいつね、こいつとこいつの関係出てきたので、これを利用することでこいつ g of z たすデルタ z 割る g of z というのをさらにばらして、書くことができます。書いていきましょう。この辺で書くかな。 g of z たすデルタ z、 今これ我々これに興味があるんでしたよね、あるんですね。 g of z たすデルタ z、割る g of z で、これなんでここ興味があるかっていうと、この後あの g of z に対する微分方程式を使っているときに使うからなんですが、こいつ
こいつの形が知りたいというのが実は本音です。ステップ2の図の実は本音でした。で、今最初にステップ2の最初に分かったのがこれです。これは、f of x たす1割る f of x と等しいと。で、そうすると今度はこれね、書いとくね、こいつを使ってやるとさらに整理されてこういうことになります。いいかな。これまだでも実はチェックポイントです。で、ここから x を消します。なぜか、これ見たら分かるんですが、左辺これ z ですよね。 z の関数です。ところが右辺は x で表しちゃってるので、これ x を消して z に変えないといけない。x 消すって書きましたけど z に変換します。z に変数変換、 x を z に変数変換する必要があります。で、じゃあこれどうやってやるのか。まず z、これはどういう形だったのかっていうと、一番最初ポイント1で出てきたところですね。離散分布から連続分布へということで z をこういうふうに定義しました。特にこれです。で、こいつを使いましょう。いいかな。で、もう一個、まずそこからいこうね。ごめん、先走っちゃいました。z は x-np 割ることのルート np かける1-p でした。OK。で、次、デルタ z。これに関しても調べます。ここ z で、ここデルタ z。なんで、デルタ z に関しても調べておきます。デルタ z。で、これは、またポイント1の中で出てきたここですね。こいつです。デルタ z っていうのはこれでした。スクエアルート np かける1-p 分の1です。書いておきます。これは、スクエアルート np かける 1-p 分の1です。で、こいつらを整理すると、まず出てくるのが z 割るデルタ z。 で、これどうなるか、こいつ割るこいつですよね。なんでこれ分母同じなんで消えちゃって、割と簡単な式になります。こうです。 x-np ですよね。要はここの分母が消えちゃうだけです。こっち分子1なんで、この分母同士が打ち消しちゃって消して、こいつだけが残ります。それがここです。で、これを、変形してやると、x イコール np 足す z 割るデルタ z というふうに、これで、x が z とデルタ z で表されました。なんで、これをここに代入します。代入解読か。代入することで、x を z に変数変換します。で、実際に、これやってみましょう。まず左辺が z プラスデルタ z 割る g オブ z。で、これイコール実際代入してみると n 引く np 引く z 割るデルタ z。これ全体括弧で囲って全体に p をかけます。で、割ることの括弧の np 足す z 割るデルタ z 足す1。これ全体に 1-p をかけますと。こういう形になります。で、ここで、さらにデルタ z というのがさっきも出てきたこの話ですね。np スクエアルートの np かける 1-p 分の1を使って、n も消します。もはや n も邪魔ということで消してしまうわけです。で、そうすると何が起こるのか。そうするとこれ全体は、まずまだ n を残していきますね。n かけ 1-p 分の p 引く z 分のデルタ z の p 割ることのnp かっこ 1-p 足す
1-P の括弧の z 割るデルタ z 足す1です。まず今まだごめんね、まだこれ使ってません。こいつを変形しただけです。ここに変形しました。これ何をやったのかというと、ここですね、n-np っていうの、これ n を吐き出して 1-p、 こいつらをこうまとめてこの p をかけました。で次こいつ、こいつとこれをかけた、ここがここです。で、分母に関しても、同じようにこの 1-p をここにかけた項っていうのがここに出てきていて、この 1-p をこいつらにかけた項っていうのがここに出てきてます。でこれなんで、こういうことをやったのかというと、我々がやりたいのがこいつを作りたかったからですね。こいつどっちが、いいんだ、同じ形ですよね。 np×1-p なんで、実はこれここにも同じ形が出てきています。ということでこれは実はデルタ z の2乗分の1、ここデルタ z の2乗分の1ということで、ここデルタ z の2乗分の1に置き換えてやれば見事に n は消えてくれますということになるわけです。でこれを、さらに整理すると、続きなんでここ書いておきますね。これをさらに整理していくと、これみんな流れについていけてるかな。一個一個の計算はそんな難しくないんですが、全体の流れ見失わないようにしてください。今我々がやろうとして、あ、一応復習しとこう、多分もうそろそろみんな見失い始めたと思うんで復習しておきます。今我々がやろうとしているのは f of x と g of z、 これが二項分布ですね。二項分布から正規分布を求めようとしています。でこの2つの関係というのをまず簡単に求めました。それがこいつです。g of z イコール、あ、ごめん、こいつです。いいかな。こいつとこいつ、2つを求めたわけです。で、ここから、この関係を求めた後に、これを利用して、f of x 足す1割る f of x と g of z 足す、デルタ z 割る g of z、こいつらの関係を求めました。これ2つは実は等しいっていうことでしたね。でそこを使って今度はこいつを二項分布で展開していくことによって、具体的なこいつの形を出しています。でこれが今我々今これをやっているところです。こいつが等しいという関係を使ってこいつの具体的な形を求めています。でなんでそんなことやってるかというと、もう実はこれステップ3にかなり近づいていて、実はこれ今やってることをいくと結局ステップ3の答えが出てくるんですが、このg of z をデルタ z で微分したものというのを g of z で表現できます。つまり g of z に関する微分方程式が立てられます。で最後この微分方程式を解くことで g of z を求めてやる、これが我々の狙いです。なんで今我々ここにいて、こいつをきちんと表現することでこいつを、これですね、この微分方程式を作り出すということを狙っています。でそのためのこの微分方程式を作るための道具立てとして、こいつを今うまいこと表現してやろうというのが今やってるところです。いいかな。なんで、ちょっと、道の解説をもう一回やり直したところで元に戻りましょう。で今、なのでここですね、 g of z 足す delta z 割る g of z、 でこれが表現できるところまで、 n を使わずに z と delta z だけで表現できるところまで来ました。でこれどうなるのかというと、先ほどのこれね、ここにデルタ z の2乗分の1、こっちにもデルタ z 2乗分の1を、代入して表現するとこういうふうになります。一応書いとこう、デルタ z 2乗分の1引くデルタ z 割る zp、全体の割ることのデルタ z 2乗分の1、あ、そうか、表記統一しますね、ここいらんね、こうですね。で、足すことの1足す p かけるデルタ z 分の1足す1です。で、ここに分母分子にデルタ z の2乗をかけてやります。で、そうすると、さらにこれ整理されて簡単になって、1引く p の z かけデルタ z割ることの1足す1引く p かっこの z デルタ z 足す
デルタ Z の事乗という式が出てきます。いいかな？これが、次のステップで利用していく式ということになるわけです。よいしょ。で、じゃあ、次のステップいきましょう。ステップ2の3です。これね、これ覚えておいてください。これステップ2の2の結論です。で、ステップ3で使うことになります。ステップ2の3で使うことになります。じゃあ、ステップ2の3見ていきましょう。一応、多分みんな何度も何度も道に迷っていると思うので、復習しておきます。今、まずこれを使いました。これを求めました。で、これを求めて、これを使うことで、こいつとこいつの関係を出して、今、こいつを Z とデルタ Z で、表現しました。つまり今こいつが求まった状態なんですね。で、これを使って今度はこれを表現します。で、そうすると結局それ、これを使ってこれを表現していくと結局それが最終的にで、G of Z に対する微分方程式になります。で、それを解くというのが最終目的。で、今からじゃあこいつを見ていきましょう。で、こいつを変形していく中で、こいつを詳しく見ていく中でこいつを使うことになります。じゃあ行きましょう。ステップ2の3です。ステップ2の3、G of Z の微分方程式を立てると。で、じゃあどうやるのか。スタート地点はこれですね。そもそも G of Z をZ で微分するとどうなるのかということです。で、これどういう形になるのか、微分の定義で見ていくとこういうことになりますよね。Z プラスデルタ Z 引く G of Z これの、Z 分の1ぜ、ごめん、デルタ Z、デルタ Z で割ったものです。これは、微分の定義そのものです。G of Z の微分の定義そのものがこういうふうになっています。なんで我々は今からこの微分の定義そのもので表現されたこいつね、こいつでもいいんですが、こいつ、つまりこいつをさらにばらして考えていきましょうということです。で、出てくるのがさっきのこの人、これね、ここある、G of Z プラスデルタ Z 割るデルタ Z、 この部分です。この微分の定義のこっちの部分っていうのが実はさっき求めたこいつでしたよね。なんで、こいつをここに代入してしまいましょう。ちょっと板書が見にくくて申し訳ないんですが、流れが見にくくて申し訳ないんですが、こいつをここに代入します。で、そうするとこれどうなるのか。これイコールこいつね、イコールっていうのはこいつにつながります。イコール、まず代入する前に代入するための形書いておきますね。まだこれ代入してないですよ。こいつを変形しただけです。あ、ごめん、こいつを変形してこの形にしました。ここね、こいつがこう出てきてマイナス1が入ってて、それを打ち消すためにこの効果がかかってます。で、これ実際計算してもらうと分かりますか。これ全く同じになります。そして今からこいつに先ほど求めたこの人を代入していきましょう。こいつね、こいつを代入します。で、そうするとこうなります。これはイコール、ここに書こうかな、イコールマイナス Z 引く1引く P のデルタ Z の事乗割ることの割ることの1たす1引く P かける Z のデルタ Z たすデルタ Z の事乗全体と。で、ここに G of Z をかけたものになります。合ってるかな。1たす1引く P、うん、
まってますね。 OK で、あれ、うん、あ、合ってるね。今ちなみにこの人ね、あ、まあいいや、あんま詳しくやってると時間がなくなるので、これこう、こうなります。で、ここからさらに次何をやるのかっていうと、今デルタ Z をどんどん小さくします。微分なので、これはつまり、このそもそもの今の分布の前提でいくと、試行回数 N を大きくするってことでもあったよね。これ一応戻って復習しておきましょう。ここです。ポイント1のところね。こいつ。デルタ Z っていうのはこの形になります。ただし、N が無限大になると、デルタ Z っていうのはどんどん0に近づいていきますという話です。なんで、正規分布を考える範囲、考える限りは、デルタ Z は0に近づいていくと考えていいわけです。でそうするとこれ何が起こるのかというと、これなんでここ0になって消えます。そうするとこの項がズコッと消えます。で、ここ0になって、ここも0になってこの項も消えます。そうすると1分のマイナス Z というのが残るということです。でこれ最後じゃあ整理すると、結局じゃあ我々の求めたかった G の Z 微分っていうのはどうなるのかっていうと、こいつね、ここだけが残って G of Z です。なのでこういうことになります。マイナス Z の G of Z。こうですね。で、これよく見てやると、実は G of Z という関数がその微分で表現されています。もしくは、G of Z の微分がその関数そのもので表現されています。つまりこれ微分方程式なんですよ。なんで今我々は G of Z の微分方程式を得たと。ということになります。あとは解くだけってことね。じゃあ、これがステップ3の行き着いたところです。じゃあ実際にこれ、解いてみましょう。ステップ4です。ステップ2の方かな、この微分方程式を解きます。これ解き方みんなわかるかな。これ実は、微分方程式の中でも一番解きやすいタイプの微分方程式ですよね。何型っていうのか覚えてるかな。これは変数分離型の全微分方程式です。なんで、割と算術演算のように解いていくことができます。じゃあどうやるのか、実際解いてみましょう。これ簡単です。この式を整理すると、まずこうなります。今、これね、この G of Z の微小量と Z の微小量、これが両方とも左側にあるので、これ分けちゃいます。これが変数分離ってことね。かな？どうやって分けるのか。G of Z 分の1。これね。こいつをこっちに連れてきて、こいつと組み合わせます。の、DGZ イコールマイナス Z かける DZ。で、これ両方を積分してやればいいんですよね。で、これ両方積分するとこういうふうになります。ここね。こう、変数分の1なんで、ここログになります。積分してやるとこっちはログになって、ログ G of Z イコール、こっちどうなるのか、 Z の積分なんでマイナス2分の 1Z の2乗プラス、C' 積分定数がつきます。いいかな。でこの積分定数実は最後まで残ってきます。でそれどうやって解決するかっていうのはこの後話をしますね。でこれ整理していきます。
で、どうやってやるのかっていうと、これログ、ここのか、ここログめんどくさいので全体、左辺右辺両辺をエクスポーネンシャルの型に載せてやります。こういうことね。でそうするとエクスポーネンシャルの型にこのログ載せると、このログ消えてこいつが降りてきますよね。でそうすると、左辺はこうなります。 G of Z、 エクスポーネンシャルの型に出したので、で、こっち右辺に関しても、ログに載せます。でそうするとまずこっちね、積分定数の方がエクスポーネンシャルの型に乗った C' ダッシュという形になります。でこれも定数です。で、こっちも今エクスポーネンシャルの型に乗ってエクスポーネンシャルマイナス2分の 1z の次乗です。でこいつね、こいつ、これかっか、これはエクスポーネンシャルのある定数上なんで、これ全体がやっぱりまた定数だと考えていいので、これを C と書きましょう。書き直します。どうせ定数なんで、まあ、簡単に書きましょうということです。で C のエクスポーネンシャル2分の 1z の次乗、これが降りてきて、で左辺もこのまま降りてきます。この形になりますよ。出た、これが最終的に我々が求めようとしてた G of Z、 つまり正規分布の形です。いいかな。 G of Z イコール定数 C かけるエクスポーネンシャルマイナス2分の 1Z の次乗で、これ実際に最初に僕が説明したこういう答えになるんですと、正規分布というのはこういう形なんですと、見比べるとこうですよね。形は合ってます。 G of Z があってエクスポーネンシャルマイナス2分の 1×z の次乗なんで、ここ合ってます。ここも合ってます。で今我々が求めた式ではここが C、 定数 C になっていて、まだ求まっていないということなわけです。いいかな。で、この C を求めるの一応やっておきましょう。これね、4ダッシュ、規格過剰数、積分定数 C なんですが、積分定数、あ、正確には積分定数 C プライムで、そこから出てきた定数 C というのを求めます。でこれ一体何なのかというと、これ確率の規格過剰数なんですよ。つまり確率っていうのはマイナス無限大から無限大まで全部積分すると1になるっていう規格化条件っていうのがあったね。でそこがあればこいつが決まってきます。じゃあ実際見てみましょう。4ダッシュ、規格過剰数、確率の規格過剰数ですね。規格化、乗数なんで、つまりどういうことかというとこういうことです。マイナス無限大からプラス無限大 G of Z の DZ イコールC かけるマイナス無限大プラス無限大エクスポーネンシャルマイナス2分の 1z の次乗の dz、 これは1になるべきですと、1になるはずですということです。これを使ってこの C を求めてやります。でただね、これ結構計算大変なんですよ。なんで公式を使います。公式、マイナス無限大からプラス無限大エクスポーネンシャルマイナス2分の 1z の次乗の dz、 ここね、つまりここ、これは実はルート 2π になることが知られています。これ公式です。でこれを使うと、つまりこれはこの式っていうのは C×ルート2π イコール1ってことになるんで、これはつまり C、 またかした C イコールルート2π 分の1になります。ってことは最終的に出てくる G of Z はルート2π 分の1かけるエクスポーネンシャルマイナス2分の 1z 次乗ということで、我々がじゃないです。僕が一番最初に、正規分布というのはこういう形になるんですよといったこの式そのものが見事に
出てきてくれました。いいかな。で、この上で、次回以降、この正規分布の性質、次回以降じゃない、もう次回最終回なんですが、正規分布の性質というのを見ていきたいと思います。で、じゃあ今日の、後半の復習、正規分布の動詞というのの、復習をやっておきましょう。今日の後半というのは、分布の王様、正規分布というのの勉強を始めました。で、正規分布というのは二項分布から出てきている分布なんですが、ポイントはこれですね。試行回数 n をどんどん大きくする、無限大まで大きくしていくということです。で、その時に、二項分布から正規分布を求める時に一つ変数変換をやりました。その変数変換がこれです。二項分布に従う確率、二項分布ので使っている確率変数 x で、ここから z というのを求めました。で、この x というのは二項分布で使った確率変数なんで離散変数です。つまり0、1、2、3、4という値を取っていって、その間の間隔は1です。で、ところがさっきの条件を加えると、デルタ z、ごめん、 z って新しく定義した確率変数は連続変数になります。連続確率変数になります。つまりデルタ z っていうのが n が無限大になった時に0に近づいていく、連続になっていく、 z が連続になっていくということです。で、さらに今日後半でやったことっていうのは、それを踏まえて正規分布の形というのを二項分布から求めるということをやりました。で、それを4ステップでやりました。1つ目が二項分布 fx と正規分布 gz の間のまず雑把のこの、記号と記号としての関係を求めるということをやったわけです。それがこれですね。こいつとこいつ2つ出てきました。で、これを使って今度はf of x プラス1割る f of x っていうのと g of z プラスデルタ z 割る g of z、 この2つの間の関係を求めました。実はこれ等しいっていうことだったんですよね。で、さらにそれを利用してこいつをどんどこどんどこ変形していくことで、こいつのより具体的な形を求めていきました。で、最終的に求めたのはこいつを z とデルタ z で表現するということをやったわけです。で、なんでこんなことをやったのか。で、それがこのステップ2の3ですね。ここです。このデル、ごめん、デルタじゃない、G of Z の微分、DG of Z、DZ。こいつを、こいつをきちんと表現するために、G of Z で表現するために、ここを Z とデルタ Z で使った表現を使ったわけです。で、何をやったのかというと、こいつを変形して、その変形した中にこいつを代入することによって、こいつをこの G of Z、こいつで表現するということをやりました。で、こいつをこいつで表現したってことは、つまりそれは我々は G of Z に関する微分方程式を立てたということです。で、この微分方程式、幸いにも変数分離型の非常にシンプルな微分方程式になったので、それを解いて、最後、確率としての幾何化条件というのを使うことで、最終的にざっくりと、このざっくりとじゃないです、最終的にきちんとこの正規分布の式を導くことができましたというところが今日の後半です。で、以上、理解していただいて、次回最終回、確率論の最終回になるんですが、正規分布の性質というのを見ていきたいと思います。それでは以上です。